ようこそ Z1 公式ショップへ。当アンジンショップでは Z1 公式グッズを販売するか、過去の名シーンの展示もご覧いただけます。実際のレースで使われた貴重な品々もありますので、どうぞ心置きなくご観覧ください。好きに見ていくがいいさ。実際のレースで使われた貴重な品々がありますので、どうぞ心置きなくご覧ください。またのお越しを。観覧車、定番の人気スポットだな。レース場が一望できるってのも好評らしいぜ。そうらしいわね。今回の調査からはちょっと外れそうだけど。どれどれ、こっちじゃねえな。クライミングウォールか、楽しそうね。もう少し高さがあればいいのだけど。いやいや、十分高いだろ。お前の運動能力を基準にしてもな。
待は裏切らないぜ。いつでも待ってるぜ。エキシビションレースは確か無料開放されていたわね。ああ、そろそろ大詰めのはずだが。
めでとうございます、マクシム・ルーガン選手。いやあ、危なげなく見事優勝を手にされましたね。何、今まで積み重ねてきたものとファンの皆さんの応援のおかげさ。この勝利を捧げるよ、観客席の天使たちにね。やれやれ、マシンに乗ってる間はチャンピオンなんだがな。マリエルさんも頑張っているわね。こんにちは、ゆめちゃん。ボーレットさんも。こんにちは。珍しい組み合わせでもないのかしら。ああ、ちょっとした仕事でな。最後の方しか見られませんでしたが、すごいレースでしたね。マクシムのおじさんすごかったね。ビューンって超速かった。ま、レース上じゃ右に出るものはいねえな。今年は手強いライバル候補もいるし、本戦はまだわからねえだろうが。そうね、あとは頑張りと集中力次第でしょ。今日みたいに妙に観客席を意識しすぎていると難しいかしら。手厳しいね。夢、本戦も見る。おじさんを応援してあげないと。マクシムさんも百人力でしょうね。ここでスポンサーを代表して、この方から記念カップが授与されます。エルザイム広告、ジータースバール工場殿下。おめでとうございます、ルーガン選手。実に見事なレースでしたね。決勝でのご活躍も楽しみにしています。光栄です、麗しのプリンセス。あのお姉ちゃん、お姫様なんだ。エルザイム皇太子、シェリド殿下の妹君か。へえ、今回のレースに広告が出資してるのは聞いてたが。ああ、妹君がいらっしゃるんでしたね。だいぶ年が離れた。これがまた私の立つ瀬がなくなるくらい頭の切れる娘でね、王位継承予定ながら不甲斐ない兄を支えようと何かと口を出してくる始末さ。確かまだ17、18歳だったか。聞いてた通り兄貴よりしっかりしてそうだな。チャンピオンのレースを間近に見られたのはまさしく強行でした。特に最後のデッドヒートは胸躍るようで、あのパーフェクトドライバー2の名シーンが蘇るようでしたね。あの映画も見ていただけましたか。重ねて光栄の至りです。ポーレットたちへの絶好のアピールチャンス。いや、当時のオファーはまさしく運命的でした。演じたマックス選手も僕に通じるところがありまして。それは興味深いお話ですね。何でも全てのレースシーンがノースタントで撮影されたとか。映画産業と Z1 レースを進行する我が国としては、ぜひ3のロケ地としての名乗りを。なんだこの熱量とオーラは。工場殿下も含めて改めてインタビューさせていただければ。長くなりそうだし、私たちはこの辺で失礼するわね。おう、夕方の仕込みもあんだろうしな。ねえママ、夢、観覧車になりたいな。ちょっとだけよ。
それじゃあね、バンさんたち。はい、お気をつけて。さてと、面倒だが俺たちはもう少し付き合っていくか。ええ、せっかくだしマリエルさんにも話を聞いておきたいところね。で、ポーレットたちは？あれ、あそこにいるのは。もう兄様から聞いていた。お二人で観戦に来てたなんて思いませんでしたけど。いろいろと事情があってね、それについての話をしたくて。でもその前に、最近頑張ってるみたいね。お前さんが俗っぽいレースの取材を精力的にやってるなんてな。政治記者志望とか言ってなかったか。その今年からどんどん仕事の幅を広げていきたいなと思ってまして、あの人の背中に追いつくためにも、いつか乗り越えていくためにも、今はとにかく精進あるのみですから。そうかい。ま、やりたいことが見えてんなら俺から言うことは何もね。せいぜいやるだけやってみるといい。あいつの背中に恥じねえようにな。私も応援しているわ、マリエルさん。同じく道半ばの身としてもね。はい、ありがとうございます。ところで、お二人が動いている事情っていうのは？そっちもスクープの匂いがプンプンしますけど。ああ、改めてお前さんにも話を聞かせてもらうか。ですけど、私犯人に遭遇したことあるかもしれません。
向かうとすっか。